今シーズン新たに出てきています。今日の試合のハイライトをご覧いただいて、から本当に両チームともその攻撃ディフェンスにおいて素晴らしい展開を見せました。そうですね、本当にいい攻めをしてチャンスを作って、そしてマリノスで言いますとやはりその29番の谷口、はい、今日は何度もゴール前に顔を出してしましたし、大前選手もの素晴らしいプレーだったと思います。大前元気は2試合連続のゴールとなりました。そしてこのベテラン中村俊輔から最後押し込んだのは7番の兵頭、まあ、このホームのサポーターの前でね、絶対負けられないっていう、まあ、執念というかそういうものを感じましたよね。そうですね、はい、そして最後見せ場を作ったのはベテランの中村俊輔、クロスバー直撃のこのフリーキック。そうですね、これで2敗の列ホームにここまで負けなしの F マリノスを迎えます。 F マリノスは中村俊輔が中盤でポジションを打ちながら攻撃の起点となります。前半9分、中央から自分でゴールを狙います。その中村、13分には右サイドにこの絶妙のパス、渡辺一馬、中を確かめてクロス、兵頭、しかしここは枠を捉えることができません。そして35分、 F マリノスにフリーキックのチャンス、キッカーは中村、飛び込んだのは渡辺一馬。いやー、やっぱ素晴らしいね、飛び込みですね、まあ、これ相手に当たってコース変わってるんですけどね、はい、やっぱり列戦強いですね、渡辺一馬ね。これで列戦は5ゲームで5得点になりました、ね、素晴らしいですね、はい、まあ、中村のボールの質も素晴らしい、渡辺コールも渡辺。試合が動いたのは25分でした。距離のある位置からのフリーキックの場面、中村選手からのボールを渡辺選手がヘディングシュート、待望の先制点を奪います。やっぱりあるのかな、相性というものが。ねえ、うん、そうですもんね、まあ、ここで本当ファーサイドの、ね、ボンバー誘導ではなく、こうニアサイドのカズマを選択した俊輔、うん、まあ、それを決めたカズマ、素晴らしいです。ありますね、はい、渡辺が今シーズン初ゴール、 F マリノスが先制します。本当に秋田さん、怒涛の反撃がまさにだと思いますね。そして中村俊輔、素晴らしいフリーキック、やっぱり中村選手のフリーキックやっぱり、ね、ここでの中村選手のドリブル仕掛けですよね、はい、バルサでもそうですけど、やっぱりドリブル仕掛けによって相手ディフェンダーを真ん中に寄せてますよね。そしてサイド開けてシュートを打ってる、まあ、そういう積極的なプレーが、まあ、このゴール、この選手のゴールにつながっていると思いますね。小野の目の前にボールが転がってきました。となって最後にね、ニアのあのコースにはね、なかなかコース見えないと打てないですよ、はい、滑りながら仕方なしに打ったシュートじゃないですよね、でこれがまたね、はい、中村俊輔選手のアウトスイング、キーパー出ても追いつかないんですよ、でそこでその抜けてきたのをきっちり。そして69分です。今度は中村俊輔、これですね、ここからコース空いたずらしてシュートもいいシュートですよね、はい、やはりボールの芯当たってますから、やはりスピードあって、確かに芝が短いっていうのもちょっと影響したかもしれないですね、これ見ると、はい、ここでツッツッと来てますからね、西川止めたと思ったんですが、うん、そうですよね、弾かれました、はい、まあ西川周作にしては珍しい失点シーンです。その直後のフリーキック、ディフェンス当たる、バーに当たった、クリアできるか、シュートだ、まだ混戦になっている、巻いてきた、ヘディング、谷口のヘディング決まりました、先制ゴールは F マリノス。横浜同点シーンです。中村俊輔右足、谷口のヘディングゴールでした。この中村の右足といった当たりがちょっと仙台の選手対応が遅れたでしょうか。谷口がここはフリーになっています、まあ、キムプランの投入というところもありまして、仙台としては撹乱されたという要素もあった。